食い飽きたっていうのもあるんだけど、うんうんうん、まあ定番なんですけど、はい、どこでも手に入れやすいしね、はい、でもこっちがいいね。お今ちょっと見せてください。それなんすか。越後製菓の味の追求きねもち、サラダおかきです。サラダおかきが好きなんですよ。あ、そうね、これのちっちゃいので、うんうん、それこそ見ないんだけど新潟行くと必ずあるこれぐらいのそれがソフトサラダに、そうそうそう、その、うん、それが好きなの。なるほど。それが一番好きなんだけどそれ見ない、まず。なるほど、確かにお見受けしないですね。うん、しかもじゃあいい、ただの越後製菓じゃないです。ちゃんと工場直送って書いてある。これ見たことない。うちの近所のスーパーにあって、その工場直送シリーズが越後製菓、うん、いつもあの長岡なんだよこれ新潟っつっても、うん、で長岡の駅前よりとダーンって、あ、もう越後製菓、あの山ちゃんの奥さんが大優さん、ああ、そうそうそうどの山ちゃんかなと思った一瞬、うん、山寺さんかもしれないな。いやでも関係さんだったらそうねと思ってがいて、あの人そうなんだ。あとね、なんかね別の人もなんか越後製菓結構タレントさん使うみたいで、他の人もいたな、なんかでっかい看板に。で、新潟市まで上がっていくとあれ下越っつんだけど、うん、長岡中越だから中越のお菓子なわけですよ。なるほどなるほど。北の方ってことですね。違います。 あれ、あ、新潟市はね。あ、新潟市ってそうですね、うん、あの京都に近い方から下の方が上越、うん、で中越はうちの柏崎とか長岡で、これは海の方はブルボン、うんうん、山は越後線。なるほど、はい、あ、なるほど。で、その下今度もっと北に行くと下越になる、うん、これ新潟市です、うんうんうん、ここに行くともうだから亀田の亀田製菓とか、なるほど、なんだっけ、まあいっぱいあるわ途中までよかったんだけど何だったっけあるんですよ。うん、じゃあ一口に、ね、新潟といってもね、そうなんです、そのお菓子文化圏も違うってことなんですね。なぜか柏崎だけ洋菓子なんですよ。やっぱそれはブルボンの力ですか。ブルボンが洋菓子作ってるからあるんですけど、なんでその洋菓子を作ろうと思ったっていうところが不思議です。このお米王国の中で洋菓子をってことですね。ですです、やっぱりだから変なんですよ柏木ってやっぱりな、これなんでサラダって言うんだろうね。サラダのようにバリバリいけるからサラダって言うじゃん。この前ほら俺が、あ、はい、定番食べてたあのソフトサラダっていうさ、うんうんうん、その塩もち菓子系ってなんかサラダって名付けが多いでしょ。サラダ油で揚げたからとかじゃないですか。なんとなく今適当に言ってみたけど、はぁ、本当かどうかは。あとなんだサラダの理由って、あと実は野菜のブイヨンがみたいな、あの本当のサラダとは関係、うん、でもあ、これはサラダだからお菓子じゃないからみたいな遠足に持っていくんやったってサラダですって先生に言い張るための、途中で飽きるのやめてください確かに私は今どうでもいい話をしていたけども途中で飽きるのやめてください。今すごい集中力切れた瞬間見ちゃった、ね、どんどんこうね、はい、話の話題の中心がシューッとこう気持ちが逸れていくんですよ、うん、知ってる、ちっちゃい頃から、うん、知ってる、知ってる。でも現行犯は捕まえますよさすがにちょっと待っておいおいおいってなりますよ。それがあんまり捕まえてくれる人はいなくてねちっちゃい頃で俺それで大きくなっちゃったから、はい、でも今いろんな現場行ったらさすがにテレビの現場とかあんまり言われないんですえ、じゃこの現場ぐらいなんですか注意されるのって。うん、奥様は毎日注意されます。あ、なるほど。あ、ちょっと待って、一生添い遂げる人が毎日注意して治んないんだから、うん、これ一生治らないこの週1ぐらいじゃん。あのね、だんだん怒られなくなってきますやばい、いや本当残りだ、え、残りだ、我ら担当だよ、残党、うん、あ、それでも全然妻の方が多いよ、多いけど、うん、やっぱりあの一個ずつ諦めていくんですよ、ね、今日常時点ですよ。え、それなんかあげんの。またあげる。うわぁ、さっきからずっと撮ってるの。逆にあげないとしたらなんで撮ってるんだと思ったの。だっていっぱい撮ってるじゃん、いろいろそんなマニアックじゃない俺趣味でだっていっぱい撮る人だからさ。あ、それだ、ごめんなさい、趣味で撮ってるとしたら付き合ってる尺だからね、うん、こんな長回ししないんですよ。あ、そう、仕事っていうかアップするために撮
ってるんです田口さんは。6本以上回さないです。これさ、でも過剰な尺だよ。本当に 4K で撮ってるし長くない？こんなに上げんの？編集するからよ。ああ、そっかそっか。 YouTuber みたいにね切ってね。本当にこの人はテレビの仕事をしている人なんだろうか。ああ、編集するのか。え、何今テイク2したの？ダメですよ。改めて思った。編集させませんよ、こういうのは。今日もこんなメンバーで、はい、お届けします。ジョージで。一週目です。はい。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。